السلام عليكم. 皆様、アッサラームアレイクム。そしてこんばんは。それではイスラムの流儀でコーランの朗読からこの式典を始めたいと思います。ハフィズ・アムジャドさん、お願いします。アウズビラヒミナッシャイタニッラジーム。بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنامسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعثفيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمةمتى ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. みなさん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました衆議院議員の愛知4区の名古屋の工藤正蔵と申します。今日はこの地区で最大のモスクの落成式、大変おめでとうございます。また最高指導者の前で私も挨拶させていただき、いささか緊張しております。この地区でこのモスク、この教会、礼拝堂ができたときに、近隣の方にイスラム教という教徒は慈悲深く、そして安心安全で神を祀っている、そういうことを皆さんに理解していただければならないと考えております。私は一つの宗教に固執することはありませんけれども、さまざまな宗教というのはすべて平等であります。何が平等かと、人間を与えられた皆さんとすべて、どこの各国平等は神からもらった命であります。この命を略奪し、策略し、そして対立しようとしているのがアイスルでありますので、そのイメージと真逆で慈悲深いイスラム教を理解していただきたい、そんな思いで今日はやってまいりました。先般10月18日に私はインドネシアを訪問させていただきました。インドネシアを訪問したときに時間がありましたので、モスクに伺いました。 88% から90% のイスラム教徒がインドネシアの皆さんであります。
その中で、まあ、後ろの方はお見えないかもしれませんが、このようにきちっと行って、そして私も礼拝させていただきました。そしてこの地区でますますイスラム教の皆さん、そして日本アハマディアムスリム教会の皆様方の活動が発展していただき、そして私も微力ながら力を賛同させていただくことをお誓い申し上げまして、大変高い席でありますが衆議院議員工藤彰三のお祝いの言葉とご挨拶を返させていただきます。本日は誠におめでとうございました。皆さんこんばんは。ただいまご紹介をいただきました宮城県石巻市の庄司義明と申します。2011年3月11日2時46分に発生した巨大地震、そしてそれに伴う巨大津波によって、私たちのふるさとだけではなくて岩手県、宮城県、そして福島を中心とした私たちが経験をしたことがない巨大津波の中で、私たちは文字通り真っ暗なモノトーンの世界を初めて経験いたしました。あの2時46分、その後の14分のわずか14分の間に、アハマディアムスリムのアニースさんやアヤズさん、その方々がその14分後の3時回る前に被災地の支援を決定し、その日のうちに行動を開始しました。そして仙台に到着されて、私たち石巻の被災所で避難所であった港小学校避難所においでになったのは3月の19日でした。その後実に7ヶ月にも及ぶ避難所生活の大きな大きな支援をしてくださったのがヒューマニティファーストはじめ、そしてムスリムの皆さん方の世界各国から、そして全国各地からの温かい支援でした。この場をお借りして改めて心からの感謝、そして連帯のご挨拶をさせていただきます。本当にありがとうございました。心からの感謝と、そして今日この地にモスクが、日本最大のモスクができたという喜びを、私も我がこととして喜んでおりますことを申し上げて、簡単ではございますが私の感謝と連帯のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。どうも皆様こんにちは。ありがとうございます。今日は最高指導者に久しぶりにお目にかかることができて大変嬉しゅう存じます。もう前にお目にかかった時も日本はいろいろと大変な時でございましたけれども、つい先日来さまざまな苦しみの報告があります。マスコミは得てしてすべてムスリムのせいだと言います。しかしそうでしょうか。皆さんが見ての通りです。感じていらっしゃる通りです。そのことを私たちはしっかりと見届けて伝えていかなければならんと思います。そして彼らと出会えたことを今の人生の刺激として、良き日本人として
良き国、世界を作る一員としてこれから邁進していくべきではないかと思っております。長々と申し上げました。ご清聴ありがとう存じます。失礼いたします。皆さんこんばんは。モスク、完成おめでとうございます。すべてに関わっこれに関わった人々に対して、おめでとうという言葉をあげたいと思います。多くの人々の協力があって初めてこの、完成までこぎつけたということだろうと思います。でこの機会に私は次のようなことを考えて一緒に皆さんと一緒に考えてみたいと思います。で私はイスラム研究しておりますが、欧米の研究の模倣から始まりました日本のイスラム研究では、対してイスラムというものは遥か彼方の地中海世界からやってきた、一神教だというふうに言われます。であまりにも遠い世界のものですので、日本人にはこの一神教というものはもうわからない、理解できないなどという声を聞きますが、私はそう全くそう思いません。その点について一緒に考えてみたいと思います。例えば今世界遺産として、よく有名な日本の富士山というものがあります。富士山には多くの外国人観光客も訪問しています。で日本人はこの富士山というものを富士山そのものだけではなくて、例えばその山頂から見る壮大な景色を見ることによって何か自分の人間の力を超えた偉大さ、恐れなどを感じております。でここで想像してみてください。山頂から富士山の山頂から登ってくる太陽を眺めるとき、その足元には無数の山々があるでしょう。この山々つまりは大地が広がり、でその頭の上を見ますと、場合によっては空がありまして、そこには雲が出ているときもあるでしょうし、雲がなく非常にきれいな青空が見えるときもあるでしょう。であるいは今や沈もうとする月が見ることもできます。でこうした現象を一言で表現すれば自然ということができます。でこうした自然というものはイスラムでは唯一神アッラーが創造したものだというふうに見なされます。そしてこれら自然と同じように神によって創造された人間はこの地上における神の代理人としてあらゆる自然を適切に管理しなければならないとイスラムでは考えるわけです。で再び日本人の感覚に戻りますと、この自然というものはあるがままに秩序を持つものだというふうに見なされます。この自然の断りに反するということは倫理的にはありえない、そう日本人は見なします。例えば天気の良い春先の休日に郊外の公園に花見に訪れたとします。で持ってきたお弁当と一緒に、太陽が昇っている明るい昼間からもしかしたらビールを飲んでちょっと楽しむようなことがあるかもしれませんよね。そういう時日本人はお天道様に申し訳ないと一言心の中で謝るわけですね。お酒を飲んで楽しむのは夜であり昼間は働くべき時間だから、そういう自然の断りがあるからです。ではイスラム思想ではこの自然というのをどう考えているのでしょうか。イスラムにおいては自然の秩序というものはアーヤトッラーと言い換えることができまして、これは人間が理解しようとしても簡単には理解できない完璧な美しさを持つものだというふうに言われております。その自然の秩序の難問に少しでも近づこうとして、宇宙物理学で物質の成立の謎の解明において多大な貢献したのがアフマディア教団の方々ではご存知、コ・アブドサラーム博士がおります。さて、再び日本に話を戻しますと、日本人は自然の断りを壊すことは倫理的にはありえないこととして否定します。で一方ムスリムは自然の摂理、自然の断りというものは神の印、アーヤトッラーであります。ですからムスリムにとってそれを否定するなどということは絶対にありえないことです。さあどうでしょうか。一方で多神教的で自然崇拝的な日本人でありますけど、一方で一神教的なイスラム、
何か隔たりありますか？かなり類似して考えることができるんじゃないでしょうか。私はそう考えております。で、最後に伝統文化とか価値観を重んじることで、さまざまな技術的な知識を伴って文明というものは発展します。ただ経済的な効率性だけを追求した現代の物質文明はもはや文明とは呼ばない方がいいでしょう。今ここで再び一般の人々から研究者から宗教者たちから全てが立ち止まって、過去を振り返って同時に前を向きながら考え直さないと、自然の摂理、自然の断り、アーヤトッラー、つまり神の秘蔵物である地球が失われてしまいます。そこに暮らす人間の社会が崩壊してしまいます。最後に、異文化異宗教間の対話と平和的な競合は可能だろうと思います。共存ではありません、競合です。皆さんもそう思いませんか？神道的なヒューマニズム、仏教的なヒューマニズム、キリスト教的なヒューマニズム、イスラム的なヒューマニズム、誰がより良い理想を実現できるのか、お互いに平和的な競合をするべきではないか、私はそう思います。で、この平和的な競合の舞台となるのが、まさしくここに本日完成しましたモスクだということになります。モスクの周りでは子どもたちがおそらく遊び回る姿を見ることができるでしょう。突然雨が降って、近所の住民の人が雨を避けるために足を止めて一息をつくようなこともあるでしょう。そしてイスラームの行事、日本の行事、さまざまな行事の時に多くの人々が集うことでしょう。それこそがイスラームの本来のモスクだからです。モスクとは礼拝の場所ではありません。社会的な交流の場です。以上で終わります。本当に落成、モスクの完成おめでとうございました。以上で終わります。His Holiness Fuzur and participant of the opening ceremony of Japan Mosque. Assalamu alaikum. I really appreciate such a wonderfulholy shrine was built in Aichi Prefecture, and we came from Kobe. I'm shepherding one of the Brethren churches located in west side part of Kobe city, and I was touched with the message of Caliph, especially the definition of peace.ここで日本語で少しかいつまんで短いメッセージをお分かちしたいと思います。私は神戸国際キリスト教会の牧師の岩村と申します。アハマディアソサエティ、アハマディア教会と親しくなる契機は東北ボランティアであります。話すときに彼らの価値観は変わります。命とは何か。日本人はちょうど20年前サリン事件があり、宗教は怖い、またフランスのテロがあったときに宗教は怖い、イスラム教イコールテロというふうに考えます。しかしここに真ん中に座っておられるこのアハマディア教会の心の支え、中心である、また全世界に行き渡っているこのイスラムの教えを正しく取り継ぐミルザ・マスール・アハマドカリフは、相手を許す、決して憎まないという本来の宗教の教えに正しく立って解き明かしています。汝の敵を愛せよと言います。聖書の中にも、剣を取る者は剣によって滅びると書いています。仏典にあっても殺生してはならないという御仏の教えがあります。しかし一般的には宗教は怖い。しかし本当に宗教は怖いんでしょうか。私はしゃべくりが苦手です。しかしアハマディアの方々たち、ここの日本の最大のモスクを中心として日本の全国津々浦々に
聖クルアーンの教えを紐解いていく人々も、実践を通して人々を愛し合っていく宗教間の平和の一致を推進していく力になると信じます。このモスクが引き続き日本人すべての人々にとって宗教は怖いというイメージを払拭して取り除いて、宗教は本当に人々の人権、痛みつけられた苦しんでいる人々をつなぎつける大きな接着剤の働き、架け橋の働きをしていく発信のメッカになっていくであろうことを信じて疑いません。今日このようにして招待された恵みを心から感謝し、このモスクに対してズインダバード、アサラムホアラクイム、アサラムシャロームというヘブライ語もありますが、アサラームというこのアラビア語の中にある平和というものが人々によって認識が新たになることを信じます。おめでとうございました。愛知県弁護士会の名島でございます。お祝いの言葉を簡潔に述べさせていただきます。アハマディア日本モスクの完成、活動の開始を 心よりお喜び申し上げます。本当におめでとうございました。今日の完成までには、偉大なすべての事業がそうであるように、多くの克服すべき困難な課題がありました。その課題のすべてを乗り越えてこられた日本のアハマディアの皆様、支援者の皆様に敬意を表するとともに、解決への揺るぎない信念を示された最高指導者に深い敬意を表します。さて、建物としてのモスクの完成の日は、同時に歴史のある日本アハマディアムスリム教会宗教活動の新たな出発の日でもあります。そこで清らかに完成したモスクの外にひとたび目を向ければ、残念ながら今日の世界、そしてこの日本の私たちを取り巻く状況は、平和国家として再生した1951年のサンフランシスコ講和条約であり、その際アハマディアの敬虔な信者でもあった当時のパキスタン外務大臣ザファルラー・カーン氏が日本の立場を擁護してくださった演説です。そしてその演説の核心は、日本の平和は正義と公正によって維持されなければならず、復讐や反発の気持ちを抱いてはいけないというものでした。戦後70年、日本が維持してきた平和、廃墟の中から実現した繁栄の基礎には、このカーン氏の演説があったことは決して忘れてはならない歴史的事実です。ところで、私はアハマディアに出会った初期、今から25年ほど前に、あるアハマディアの信者が、その車の後ろの窓に、Love for all, hatred for none、誰をも憎まず、すべての人に愛をというメッセージを大きく表示しているのを見たことがあったのですが、それがこのメッセージに出会った最初でした。この時初めて知ったアハマディア精神を端的に述べるモットーを、今改めてカーン外務大臣の演説の核心部分に重ね合わせるとき、カーン外務大臣が戦後日本の再出発に際して日本と世界の平和のために訴えられたメッセージは、報復がより悲惨な戦争を生むという歴史に関する深い洞察に根ざした優れたメッセージであると確信していますが、それは同時に時代を超え国境を超えて一貫しているアハマディア精神そのものであったことを、私は今回も改めて気がつきました。今日私がこのカーン氏の演説を改めて引用させていただいたのは、冒頭に申し上げた日本もその外にいることはできない今日の世界の混乱、特に憎しみと報復の連鎖を一層強めて世界をさらなる悲惨へと導きかねない今日の危険な状況を終わらせる鍵は、このカーン氏のメッセージにあると確信するからです。そして戦後の日本において大きな自然災害が日本を繰り返し襲うたびに、アハマディア、そしてヒューマニティファーストが立ち上がってこられた心のこもった支援活動には、人間性に対する温かい共感があふれていることは、先ほど来
さまざまな方がおっしゃられた通りです。日本人は、日本人が大切にしている助け合いの心をアハマディアの人たちと完全に共有できると私は確信しています。完成したこの素晴らしいアハマディア日本モスクから世界に向けて、日本に向けてアハマディア精神が一層強く発信され、深い共感を持って受け止められるよう、心から願い、また確信してお祝いの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。皆さん、アッサラームアレイクム。皆さんにアッラーの平安がありますように、日本アハマディア・ムスリム協会の主任宣教師、アニースと申します。この度、我々の親愛なる最高指導者、カリフであり、ハズレット・ミルザ・マスルール・アハマド氏の来日が、私たちにとって恵みをもたらす日々であることと存じます。今日、こうして、ご来場の皆様方にとって祝福をもたらす機会であるよう祈ります。イスラムの真の教え、そして平和の原理が皆さんに伝われば幸いであります。この度、ご来場されたことに、皆さんのために心から感謝を申し上げます。これをもちまして、感謝の言葉とさせていただきます。ハズラト・ミルル・モミニン、خلیفۃ المسیح سے درخواست ہے خطاب فرمائیں أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمAll distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. First of all, I would like to take this opportunity to thank all of our guests who have joined us at today's reception, where we are celebrating.The inauguration of the Bayt al-Ahad Mosque, the house of the One God. Your attendance attests to the fact that you are extremely gracious and open-hearted people. I say this because you have accepted our invitation.To what is a purely religious function, that is the opening of a mosque. Despite the fact that the majority of you are not Muslims yourselves, nonetheless, despite your attendance, some of you may still harbor certainreservations about the opening of this mosque or about Islam. You may believe that your personal Ahmadi contacts are good and peaceful people, but at the same time, you may also be worried about the Ahmadi Muslims that you do not personally.No. Or you may fear that this mosque will prove to be a place of disorder or a means of increasing tensions and division within society.
Such fears are justified to an extent because most regrettably there are some so-called Muslims who are causing a great deal of pain and suffering in the world and who are perpetrating the most hateful acts in the name of Islam. However, let me make it crystal clear that Islam's teachings and the purposes of true mosque are entirely peaceful and a means of bringing society together. Indeed, the basic objectives underpinning mosques are that they should be places for people to gather together, to worship God, and to spread love, compassion, and goodwill throughout society. In chapter 51, verse 57 of the Holy Quran, Allah the Almighty has stated that the purpose of the creation of man and the jinn, meaning all mankind, whether rich or poor, or mighty or weak, is so that they may worship Him. Regrettably, in today's world, mankind has moved away from religion, whereby the majority of people have forgotten their Creator, and increasing number do not even believe in God. Sadly, there are also those people who are groups who have distorted the teachings of their religion to such an extent that they are presenting the most horrific and brutal picture of religion in the world. I readily admit that there are so-called Muslims who are presenting Islam in such a vile and appalling manner, whilst in comparison to other religions, it can be said that there are currently more Muslims who claim to practice their religion and abide by its teachings. However, it cannot be denied that terrorist groups and extremist elements that seek to hijack the religion have also developed within Islam. Though such extremists seek to align themselves to the religion, the truth is that their acts and ideologies have no connection to the true teachings of Islam. The reality remains and always will remain that Islam is that religion whose teachings of peace are unmatched in the history of the world. Indeed, the focal point for all Muslims and the direction in which they bow down and worship is the house of Allah, the Holy Kaaba, which Allah has proclaimed as a center of peace and security. Thus, in chapter 10, verse 26 of the Holy Quran, Allah has said,
that he calls mankind towards the abode of peace and security. Therefore, mosques are built to enable people to join together to worship Allah and to spread peace. In the Arabic lexicon, the worship in a mosque and the prayers that are offered are known as as-salat. In essence, this term means compassion, benevolence, prosperity, and blessings. Hence, those people who worship according to the true teachings of Islam will never be cruel nor merciless, but instead will be compassionate, loving, and those who desire the best for others and who prove to be a never-ending source of blessings for mankind. True worship is that which saves people from wrongdoing, mischief, and evil, and liberates mankind from the clutches of immorality and sin. True worship is the gateway to God's favor, compassion, and love. When a Muslim meets anyone, the first thing he says is Assalamu alaikum, which means may God's peace and security be upon you. It is a prayer invoking all types of peace and harmony. Let it be clear, therefore, that our mosques are built with the same intentions and the same objectives as the Kaaba was built, as beacons of peace for mankind and as places where men, women, and children can join together to worship Allah the Almighty and to spread peace and compassion throughout the society. If every Muslim, and indeed every person, were to fulfill these principles, then the entire outlook of the world would be at once transformed. All forms of hatred, conflicts, and grievances would die away and be replaced by a spirit of love, sympathy, and mutual understanding. Where Islam has taught Muslims to build and protect mosques, it also guarantees the safety and protection of the places of worship of all religions. Muslims are obligated to protect and respect other religions and their places of worship. Indeed, universal religious freedom is an indispensable and paramount tenet of Islam. This golden principle is enshrined in the Holy Quran. For 10 years, the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, and his followers were persecuted in the most brutal and merciless fashion by the disbelievers of Mecca. The Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him,
was forced to leave his homeland, and so he and his followers migrated to the city of Medina. And in the hope that they would finally be able to live in peace and security. However, the disbelievers of Makkah did not leave the Muslims alone, but continued to pursue them aggressively. They raised an extremely formidable and well-equipped army and waged war upon the Muslims with the intention of finishing Islam once and for all. It was then that the Almighty Allah commanded the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, to engage in a defensive war. In chapter 22, verse 41 of the Holy Quran, Allah the Almighty said that the oppressors did not only seek to destroy Islam, but sought to destroy all religions, and that if they were not forcibly stopped, then every church, synagogue, temple, and the places of worship of all other people would be at grave risk forevermore. Thus, where Allah granted the Muslims permission to defend themselves, it was not given only to protect Islam, but to protect the institution of religion itself. Bearing all of this in mind, those people who fear Islam or who believe that the Muslims may be a cause of increasing disorder should remove all such concerns from their minds. Rest assured, true Muslims will not pose any risk or danger whatsoever. Rather, they will always seek to join hands with the people of other beliefs in an effort to unite society under a banner of peace, harmony, and humanity. And it is to fulfill such noble and pious objectives that true mosques are built. However, some of you may wonder that if mosques really are peaceful, then why do we see so much disturbance and conflict in the Muslim world, given that there are so many mosques present where Muslims are able to worship Allah? To answer this question, we must look at the history of religion itself. With the passage of time, all religions and their teachings have been corrupted and distorted following the demise of their founders. In the same way, over a long period of time, the majority of Muslims also moved away from Islam's original teachings. Actually, the decline of Islam was bound to happen because the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, himself prophesied that after a period of time, Muslims would enter into an age of spiritual darkness, and their conduct would be far removed from the teachings of the Quran. He said that at such a time, Allah the Almighty would send a person
as the promised Messiah and Imam Mahdi, the guided one, to re-establish the true teachings of Islam in the world. We Ahmadi Muslims believe that in fulfillment of this great prophecy, Allah the Almighty sent the founder of our community as the promised Messiah and Imam Mahdi, the guided one, to enlighten the world of true Islam. The promised Messiah, peace be upon him, exhorted humanity to recognize their Creator and to submit before him. He called on mankind to end all cruelties and injustices and to live in harmony with one another and to fulfill each other's due rights. He affirmed that the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, was a source of mercy for all humanity. And he declared that according to the Quran, there should be no compulsion in matters of religion. Having accepted our founder as the promised Messiah and Imam Mahdi, we Ahmadi Muslims are acting upon these noble and exalted teachings. Today, as a missionary organization, we are continuing to propagate the message of the promised Messiah, peace be upon him, to all parts of the world. We seek to spread Islam not by force or compulsion, but through love and compassion. Our community and our mosque fulfill those purposes for which the Holy Kaaba was built, to spread peace in the world. Our mosques are beacons of light that illuminate their surroundings. We follow the magnificent teachings of the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, who in his farewell address to the Muslims proclaimed that a white person could not claim superiority over a black person, and nor could a black person claim superiority over a white person. Nor could an Arab assert superiority over a non-Arab, or vice versa. Nor could a rich man claim superiority to a poor one. He said, a person's status was not dependent upon their background, wealth, or race, but upon their connection with God Almighty and their efforts to fulfill His commands. And so we believe that all people are born equal, and we are against all forms of discrimination based on caste, creed, or color. Where, on the one hand, we are spreading the message of Islam, we are also fulfilling the rights of mankind and seeking to bring comfort and ease to all those who are in any type of need. In Africa and Asia and in other developing parts of the world, we are serving humanity to the best of our abilities. Even here in Japan, as you have listened to by some of the speakers. Indeed, our mosques and we as a community are recognized far and wide for our selfless commitment to serving others.
We are running schools and hospitals which provide education and healthcare in the most remote parts of the world to those who are in need, irrespective of religion or background. We seek to wipe away the tears of those who are in pain. We seek to remove their grief, desperation, and heartache. We seek to fulfill their needs and to help them stand upon their own two feet. And so, wherever in the world our mosques are built, or wherever the Almighty, the Ahmadiyya Muslim community is established, the local people soon come to realize that we practice and preach nothing except peace, harmony, and tolerance. We believe that in this era, true jihad is not the jihad of the sword or the arms, but is the jihad of self-struggle towards betterment. It is the jihad of developing righteous changes within ourselves, and it is the jihad of spreading the true and peaceful teachings of Islam to the corners of the world. We are doing this in Africa, in Europe, in Asia, in America, in Australia, and indeed in all parts of the world. And this is also our purpose here in Japan, to apprise the people of this esteemed nation of the true teachings of Islam. We seek to inform the Japanese people that Islam is that religion which calls upon us to recognize our Creator, to attach ourselves to Him, and to serve mankind. God willing, from today, this mosque, which is our first mosque in Japan, will forever spread this message, both in this city and across the nation. Its minarets will proclaim that Islam is a religion of peace, security, and love, and a religion of fulfilling the rights of God and of one another. I am also confident that now this mosque has been built, God willing, the local Ahmadi Muslims will manifest Islam's immaculate teachings more than ever before and will enlighten all of you to its reality. The local Ahmadi Muslims will be those who practice and preach the true Islam. They will remove all fears or suspicions of those who believe Islam to be an extremist religion. Certainly, more than ever, the world needs peace and reconciliation. Thus, let us all join hands in friendship and work towards this. It is only by fulfilling the rights of God Almighty and by fulfilling the rights of one another that we can come to witness a world of peace and harmony. Only then can we live together as one. No matter where in the world people live, if they show sincerity with one another and seek to build bridges, then world as we see it today, filled with war, conflict, and bloodshed, can be transformed into a world of peace,
tolerance and harmony. May Allah enable all of us to act upon this. Finally, I wish to also make it clear that all people are welcome to our mosque. The doors to this mosque will forever remain open to the people of all beliefs who wish to worship the one God. I pray that Allah enables all of us to walk upon those paths which please Him and which lead to His rewards and bounties, and that the entire world can become recipient of His blessings. May we come to witness true and everlasting peace in the world. Amen. With these words, I would like to once again thank all of you for attending today's event. Thank you very much.最高指導者ハズレットミルザーマスルールアハマド氏に、この世界の平和、そして日本の平和、そして私たちの心の平和のためにお祈りをしてくれることをお願い申し上げます。ハズレットドアクロアで、I think, as His Holiness said in the event, I think we need to get to know each other. We need more opportunity for interaction. I think people these days, especially in this global environment, have concerns and this sense of risk, but a lot of it's unfounded. So yes, I think we need to talk to each other more. 最高指導者が、You did a good job っておっしゃってくださったのがとても嬉しくって、あ、それなりにかなっていう感じ。それとミナレットとかそういうところが皆様 のこう目を引くという点では良かったのかもしれないっていうふうに思ってます。平和に対しての強いその熱意と、それから今その世界で起こっている危機に対するなんていうのかな、とても残念な気持ち、だからそれをみんなで乗り越えないといけないっていう強いお気持ちはすごく感じました。ハズールの、迫力というかオーラを感じて、スピーチの内容も、すごく感激しました。やっぱり日本の、神道の考え方と基本的には変わらないんですけれど、やっぱりハズールがのメッセージは強くて、やっぱり愛と平和とそれを大切にしてない、いかなきゃダメだなというふうに感じました。素晴らしかったです。もともとその、イスラムというとやはりこうメディアとか媒体とかいろんな戦略でやはりこう植え付けられているものが多いと思うんですけれども、やはりその宗教観で、いろんな宗教があると思うんですけど、イスラム教という、その宗教に対してはやはりすごいクリーンになったというか、もともとのその教えというのはそういう、なんていうんですかね、こう怖いとかこうだああだとかいうイメージではなくて、やはりちゃんとしたこう考えで慈悲深くちゃんと人のことを思いっていうような、ちゃんとこうハートが伝わってきたっていう感じですよね。いやー、本当に感激しました。日本語で表現できないほど、これはね、建物が立派とかそういう物質的なことじゃなくて、本当に皆様の熱意といいますか、お気持ちでこれだけのものができた、本当に感激しました。それで今日また最高指導者にお会いさせていただいて、お言葉を賜りました。本当にね、こういう、私おそらくね、死ぬまでこんな感激はないと思います。本当に今日はいい一日でした。
いや、それでね、人を愛する平和、そして人を許すと、こういうお話を聞いてですね、でこれはね、私もう一つこの宗教に対する理解が深まりました。そして皆さんに、私の知ってる日本人にこういうことを伝えていきたいと思います。ということは、今テレビやいろんな報道でイスラム国ですか、ああいう報道が非常にあるもんですから、いや違うんだよと、非常に平和的な人たちなんだと、教えというのはね、まさに最高指導者が言われた、この教えというのは平和なんだと、人を愛することだと、こういうことを皆さんに今日お聞きしたことを伝えていきたいと思います、はい、もう何よりもちょっと、まあ、私がいいと思ったのは、ちょっとアフマディアの人がちょっと話してて、はいはい、まあ、なんかとても理性的、はい、理性的だな感じがしたので。ああそうですか、はい、ちょっとそこが とても良かったかなと思います。ああそうですか。あと、まあ、最高指導者の方の話は聞けたことは、はいはい、まあ、ちょっととても光栄に思いますね。まずちょっとまあ私もちょっと、まあ、私の友達もムスリムの人いるんですけど、まあ、やっぱりムスリムの人と、あとムスリムじゃない人、はい、ムスリムじゃない人は、まあ、大体ムスリムのことをちょっと、まあ、悪く言いがちで、で、まあ、逆に、まあ、メディアで取り上げている、まあ、ムスリムと、あと実際私が会っているムスリムの友達というのは、まあ、全然違う。で私がじゃあこれがメディアが正しいのか、じゃあ自分の経験が正しいのかって、まあ国際的にもさまざまな問題が多発していて、あまり悪い印象が良くない状況が、まあ、日本の中でもあるので、こういったモスクとかの建設で宗教とかに関して この意識が高まって、興味を持って正しい知識を持てるような足がかりになってくれたらいいなと思いました。優しくて気にかけてくださっていて、とても良い時間を過ごすことができました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とても素晴らしいモスクで、もう感動しました。 How do you feel about the speech?Listening to His Holiness. やっぱり日本人は、イスラムの人とのもあんまり接点がないし、割と島国なので、まあ、理解がすごく足らない、少ない。だからもっとこう交流があって、このモスクで日本人とイスラムの人の交流が深まれば素晴らしいなと思いました。Thank you. イメージとかありますか？そうですね、まあ、私大学生で、まあ、専門が宗教学なので、イスラームについては一通り概要は学んだりなんですけれども、まあ、数日パリでの、そういう事件とか、まあ、メディアではそのちょっとネガティブなイメージが報道されてて、まあ、そのイメージがついてしまわないかっていうちょっと心配はあります、うん、やっぱり実際にそのイスラム、ムスリムの人たちと会って、こういった今日のような交流の機会を得たことで、その、まあ、肌でその人のことも感じることができたし、その人たちのなんていうか、まあ、文化を会話見ることができて、やっぱり実際の現場とそのニュースで報道されているようなイメージとは全く違うということが分かって、やっぱりお互いに知る、実際に会って、やっぱりお互いにお互いのことを知ることが大切だと思いました、はい。最初聞いた時はやはりテレビで聞いても、授業で聞いても、やっぱりあんまりいい、こういうボランティアだとかそういう話はあまり聞かないで、やっぱりその過激派だったりそういうお話しか聞かなかったので、なんか今日この話聞いてすごい
あ、こんな違う、やっぱ違うんだなって思うというものを生で見るのが初めてで、今まで写真でしか見たことがなかったので、実際見てたよりすごく大きかったし綺麗だし、その壁に模様が書いてあったり、中も少し見学させてもらったんですけど、すごく綺麗で大きくて、で皆さんが礼拝させる様子も見させてもらったんですけど、その様子も初めて見て、写真でしか見たことがなかったので、なので、はい、建物の昔の状態、それから途中の状態も見せていただいて、初めてですね、実際に出来上がったモスクを今日見せていただいたんですけれども、もう想像を超えたほど本当に素晴らしいモスクに仕上がって、ここまでよく作り上げられたなっていうので、本当に敬意を表したいと思います。素晴らしいです。